では、今日最初にちょっとニコラ・ジェモンデさんをご紹介しますけれども、1996年に札幌にいらっしゃって、それはあの後でお聞きしたいと思いますけれども、以来ずっと札幌にお住まいで28年間札幌にお住まいということです。で、今アリアンスフランセイズの校長をなさってますけれども、あとは以前は北海道大学の特任准教授、会話の大変人気のある先生でいらっしゃったのか私も存じ上げて、これは一応ニコラさんの名誉のために言っておきますけれども、悪いことをして辞めさせられたわけではなくて、単純に北海道大学も外国人の方先生のポストで今任期があるということで、その任期が終わるまで務めになりました。今では札幌のアリアンスフランセイズですとか、札幌のいくつかの大学などで、フランス語教育に携わっていらっしゃいます。大変人気のある先生でいらっしゃいます。で、今日そうですね、とりあえず今日はですので、あともう一つは札幌に彼はニコラ20、フランスにニコラっていつも呼んでるんですから、継承向きで言いますけど、ニコラは28年住んでらっしゃるということで、今日パリで活躍する日本人たちというのであれば、逆に札幌で活躍なさっているフランス人ということで、外国持ちで、来ている方として、逆にパリで活躍する日本人の方々の気持ちなどもよく想像できるのではないかなと思いますけれども、まず最初にお伺いしたいんですけれども、その日本にいらっしゃったきっかけですね。きっかけですね、当時ね、1996年フランスで兵役制度というものがありまして、ちょうど大学卒業したら、訓練に軍隊に入って1年訓練を受けなければならないという義務があったんですけれども、そこでいろいろ考えて目につけたのは国際ボランティアという形ですけども、軍隊じゃなくて外国に行ってそういうフランスの ODA とかフランスの施設で働く、ことだったので、その時は結構外国に行きたくて、それが魅力を感じて、この道だったんですけれども、たまたま日本札幌に送られた、派遣されたんですね。そうですね、フランスが兵役廃止されて、そうですね廃止されてますけど、結構最近までありましたね。20年までありました。で、そうしたその兵役の代わりっていうと、代わりですかね、兵役の他にはそういう国際ボランティアを選べるということで札幌にいらっしゃったということでしたけれども、さっき香取次長のお話の相手を作ってくださったマリオンさんが札幌を選んできたということだったんですけれども、ニコラは、札幌を選んだんですか？いや、申し訳ないんですけれども、あれ義務だったので、札幌に行くか軍隊に入るかっていう選択しかなかったので、そうですね、札幌にしました。選んだわけではないけれども、28年間住んでらっしゃるわけですから、札幌の魅力的だったと、これ本当は1年で帰れたわけですよね。本当は1年の任務だったんですけど。はい。すみません、パリで活躍する日本人というか、札幌で活躍するニコラの話ばっかり言ってやってますけど札幌、それと延長されたのはすぐに帰らずに、ずっと結局いらっしゃる。そうですね。どういった理由なんですか？理由もあったんですけれども、第一の理由は日本語を覚えることが目的で、1年だったらあまり覚えられなくて、頭がちょっとの回転が遅くて、もう1年、そしてもう1年、3年ぐらいかかってしまったんですけれども、その日本語を覚えた途端、結局日本に住み慣れてて仕事も決まってて、だから結局札幌にいた方がいいんじゃないかなっていろいろ考えながら決めたんですよね。なるほど。この辺りについてはいろいろとさらにお聞きしたいところですけど、関心をお持ちの方でアリアンスフランセイズに入られて直接ニコラに聞いていただければと思いますけれども、であとせっかくですので、もう一つぐらいですけど、フランスの方から見た札幌の魅力っていうのはどんなところがニコラにとってでしょう
かってですね、聞かせていただけます。そうですね、いろいろ、もちろんいろいろありますけれども、まあ、札幌でいうと、もちろん食、自然の話がよく出てくるんですけれども、私も食べること、自然も大好きなんですけれども、文化も結構大切なんだと思います。そして札幌、北海道の文化、歴史は結構いいと思いますね。それを結構魅力を感じて、札幌はそういう面でも住みやすいと思います。なんかお気に入りスポットみたいな、お気に入りの場所はたくさんありますけれども、例えば、まあ、個人的に現代アートが好きなので、ちょっと離れたところなんですけれども、芸術の森というところが好きで、そしてこれもちょっと離れてるんですけれども、モエレ沼公園っていうところがとても気に入ってて、この芸術の森かモエレ沼公園行くと結構心落ち着く気持ちになるので、もうしょっちゅう行ってます。ニコラは自転車が好き。そうです、自転車で行かれますか、芸術の森も。そうですね、まあ、その天気によるんですけどね、天候によってたまに自転車の形で行きます。大体日本の自転車で行ってらっしゃる、まあ、バスタイムも行きますね。で、まあ、芸術の森美術館は大阪のロードレックの、そうですね、なんか真面目なダンスが代表するっていうと思いますが、ある面で代表する画家の展覧会ですけれども、まあ、これもぜひ皆さん自転車で行く理由はないと思いますけれども、行っていただければ。ぜひぜひ。ちょっと今日の主題といいますか、はい、そろそろ日本、パリで活躍する日本の方という、まあ、ニコラが選んだ人ということで、話を聞いていきたいと思いますけれども、最初がパン屋さん。そうですね、まあ、ちょうどこの間8月ですね、夏パリに行ってきたんですけれども、パリに入ったら、まあ、5年ぶりだったので、パリの魅力に改めて心を打たれて、すごく良かったんですけれども、まあ、特に今回は特に感動したのはノートルダーム寺院ですね。その火事にあったとても大事な建物なんですけれども、その13席の建物で、もうほぼ完成で真っ白で、その姿を見た時の涙がポロッと落ちて、その昔の建物、その昔からの街並みが残ってて、すごく嬉しいこと、すごく美しいことと思ったんですけれども、それと同時に面白いのは、パリがそのままどんどん進化してきてるんですよね。その古いものばっかりじゃなくて、新しいものも、新しい場所、新しい美術館もできてて、それがすごくいいと思いますけれども、そのパリの進化に関わる日本人は実は少なくないんですよ。それで今日は3人、他にたくさんいますけれども、今日は3人、3箇所を少し紹介したいんですけれども、最初は食からいきましょう。少しパリの中心部から離れた北の方なんですけれども、モンマートル地区っていうエリアなんですけれども、そこで本当に小さなパン屋さんを一人でやってる日本人がいるんですけれども、その方は、稲垣真也さん。5年ぶり、ちょっとね、お話聞いてて、あ、そうかということで、まあ、コロナもあっても5年ぶりなんだった。5年ぶりでしたね。そうですね、まあ、私もちょっと仕事で本当は行かないといけないんだけれども、ですけども、ずいぶん5年以上、5年行ってないので、ちょっと羨ましいなと思いながらお聞きしてたんですが、これ、ニコラ、これ、パン屋さん行ってきたんですか？実は、行けなかった。行けなかったんですよ。これ、なんでですか？ですね、そのパン屋さんが、もう人気がありすぎて、夕方からやってて、すぐ閉まるんですよ。そして週4日しかやってない。もう人が並ぶ
4時から人が並ん、まあ多分3時から人が並んで4時に開いてあっという間に全部なくなって、だから、ちょっと難しいんですよね、その番手に。そして多分稲垣さんはフランス人みたいになってて、長い夏休みを取るんですよね。だから8月は閉まってたんですね。ちょうど私が行くときね、やってなくてちょっと悲しかったんですけれども、まあ、そのうちリベンジしたいと思います。リベンジは英語ですよね。リベンジ、あ、コンフォンシュですね。まあ、ですコンフォンシュしまし、まあ、日本語は上手いというかよく分かったんですが、まあ、そうですよね。8月は結構パリだけだとちょっと閉まっちゃうけど、そうですね、から、まあ、はい、気をつけていかないといけないって、まあ、今回ニコラは行けなかったということですが、まあ、けれどすごいこう、私ちょっとね、フランスに並ぶの苦手、あんま好きじゃないっていう印象があるんですけれども。確かにその通りですけれども、並んでいる写真をちょっとこちらに見てんですけれども、うん、すごく人気の秘密っていうのどういう、人気の秘密ですね。パンは、単純で、パン作りは単純で難しい作業なんです。材料がとても単純で4つしかないんですよね。水、小麦粉、塩とイーツしか使ってないので、美味しいパンとそうでもないパンの違いはやっぱり腕なんです。腕と材料の良さ。そこで稲垣さんはすごく細かい人で、細かいところ本当に徹底的にこだわって、その水からイーツまで全部ベストなものしか使わないので、そして多分本人もパンの愛好家だと思います。だからすごい情熱を持って、とにかく美味しいパンで、一番美味しいパンを作りたい気持ちが多分強くて、結果は素晴らしいパンを作ってるんですよね。パリで多分ベスト5に入るんですよね。こんなパンにうるさいフランス人を相手にして、もうすごく認められてるんですよね。まあ、実際こう、私もちょっと今回のことですけど、まあ、インターネットですけど、その稲垣さんの経歴、経歴っていうのを見てみたんですけれども、まあ、すごい努力家、勉強家であって、そうですね、情熱的な感じなんですよね。まあ、ここはまあ、パリ、パンっていう、すごい本当にフランスを代表するような、そうですね、まあ、だから日本酒の酒蔵に外国の方が来るような感じ。そんな感じですね。はいはい、そうすると、まあ、日本の方でもこういったジャンルで領域で活躍できるっていうのはなかなか聞いていてお聞きしていて面白いんです、まあ、ただあと、ね、ニコラと話していてちょっと面白かったのは、今なんかパンの世界で結構外国の方も増えているっていう。そうですね、そうですね、結構きつい仕事なんですよね、パン作るのは。そんな最近フランス人があまりやりたがらない仕事なんです。で朝早く起きて、もう本当にほとんど手作業なので、お金もあまりならないし、安く売らないと売れないし、だから最近はまあ、どっちかというと外国人がパンに興味があって、そのパンの魅力を、フランスパンの魅力を感じて、わざわざフランスに来て、フランスで就業して自分の店を開くというのは最近増えてるんですよね。なかなか、ね、興味深いお話ですよね。で、まあ、そうするとこう日本でも野心的な若い人が好きな人だったらば、うん、フランスで活躍する機会もあるっていうことかもしれません。本当に、はい、まあ、皆さんもこれ並ばないといけないかもしれませんけど、パリに行ってみたらぜひ、まあ、モンマルトですから、サクレクですね、サクレクの、まあ、歩いて10分以内なので、そんな行きづらいところじゃないんですよね。ただ時間は早めに行ってください、はい、まあ、モンマルトルの観光がてらで、ね、そうですね、ついでにね、はい、ありがとうございます。で、まあ、食ということで、まあ、一食一住というのは、この順番じゃなくて食できちゃったんですけど、次10で、
スマウあ、まあ、スマウとちょっと違いますけれども、2つ目の話という話で、うん、ちょっとこれじゃあせっかくです。まずニコラから、どこがお話しいただけますか。そうですね、次は、まあ、バリーを代表する分野はやっぱり建築だと思うんですけれども、今回新しくできた美術館にできたんですけれども、それパリの本当に中心部にあるんですけれども、あのポース・デ・コメースっていう去年できた美術館ですけれども、ちょっと特別なところで、重要文化財、もともと重要文化財の建物、丸い建物なんですけれども、19世紀の建物なんですけれども、そこに偉大なビジネスマンでもある偉大な現代アートカレッターの、ピノ、フォンソワ・ピノ氏が自分のコレクションを入れたいっていう計画がありまして、その内装を準備するのは結構難しかったんです。重要文化財なので、なかなか許可は下りない。文化庁からなかなか許可は下りない。それで、ピノ氏が知り合いの日本人の建築家に頼んで、とても素敵な提案がありました。安藤忠雄で有名、とても有名な、一番有名な建築士ですね、皆さんご存知の。安藤忠雄さんが丸い建物の中にもう一つ丸い壁を作ればいい感じになるんじゃないですかねっていう提案だったんですけれども、それがバッチリなんです。もう本当に、安藤忠雄の、ただの鉄筋コンクリートの壁なんですけれども、それが、階段にもなるしテラスにもなるし、展示スペースを囲むもので、その19世紀のフランスの建物と21世紀の日本の建築がすごくマッチしてて、ちょっと大げさかもしれないんですけれども、そこに入って真ん中に、その円の真ん中に立つと本当に感動するんですよ。上が天井がガラス張りで、直接光が入っていて、これノートルダム並みですね。もうこれも涙まではいかなかったけれども、ああここまで生きててよかったって思いましたね。なんか本当に安藤忠雄さんに深く感謝しなければならない。フランスはピノ結構有名っていうか、私も聞いたことがある。すごい金持ちなんですよね。おすごいです。でこれ後でその多分探せばブルース・デ・コメス、ブルース・デ・コメス、まあフランスは多分やると、画像を後で皆様見ていただければと思いますけれども、ちなみに、これ分かった、深夜パンは行かなかったけれども、こっちはちゃんと行ったってこと。行きましたよ。ちゃんと行ったところを紹介しているということで、はいはい、ちょっとこうその空間がすごい魅力的だっていうのは分かったんですけれども、かけられてる絵は現代アート、全部現代アートなんですけれども、ピノ氏がそういうコレクションはいろんなアーティスト、いろんな国の作品を集めたくて、もう世界のそれこそトップ3のコレクションになってるんですけれども、本当にいろんな国の作品が、だから日本人の現代アーティストの作品だったり、アメリカだったり、アフリカだったり、ブラジルだったり、だから本当に世界中の、現代のアーティストの作品が見られるっていうのはすごく面白いんですよね。だからそこは、それ安藤忠雄さんに聞かないとわからないんですけれども、その丸い形は円っていうんじゃないですかね、日本では。円は、コネクションっていうことですね、つながりっていうこと。だから、そのおそらく、作品を通して人をつなぐっていう意味もあるんじゃないかなって、
個人的に思ったんですけれど、なんか外国の方に日本語のダブルミーニングを使って解かれるとなかなかすごいですねっていう話なんですけれども、まあいいお話だと思うんです。ちなみにピノさんと安藤忠雄さんはもう長い間友人。そうです、そうです、そうです。実は。そうです。はい、年も それほど離れてないので、多分話がいろいろ通じると思うんですよね。友達友情の関係にもなってるんですよね。まあ有名な人ではありますけれども、でまあ同じ日本人だから嬉しいみたいなことを言うのも、まあそれはそれでちょっと問題があるかもしれませんけれども、まあただそういうふうに活躍している方がいるので、まあやっぱりちょっと嬉しい気持ちいたします。まあ信也さんもそうですけれども、ちなみに。せっかくあの行きたいという、まあしらまあ、ネットで調べればいいってだけの話なんですけど、あの場所はどちら？場所は、ちょうどあのルーブル美術館 の北側なんですけれども、だからそうですね、パリの中心部なんですね。一区なので、あのルーブルに行ったら歩いて、それも歩いて10分以内にあるものなので行きやすい、すごく行きやすい。それはルーブルで、まあ、どちらかというとルーブルの古典の作品ですが、ね、まあ、今度は、まあ、通常コンピューターとかってのもありますけど、まあはい、せっかくだからここに行くっていうのもいいかもしれませんね。はい、まあ、あと美術館は、ね、8月でも開いてますから、開いてますよ、大会。ああ、やってました。そうですね。はい、あと、はい、パン屋さんとは違って、ね、そうですね、一応開いてるから、こちらは安心ですね。はい、そういったことで、まあ、深夜パンの後はその、フランスアピノというのコレクションを集めたブルース・デ・コメルスというのが新しいパリの名所としてご紹介いただいたわけですけれども、3つ目が、まあ、まあ食住居の、まあ、いっていうことになるわけですけれども、この方は私も知らなかったんですけど、お名前が何でしたか、何ておっしゃいましたっけ。土橋さん。あ、そうですね、土橋さん、そうですね、最近目が悪い。トシタロウさんですね。まあ、これまさにアクセサリーデザイナーですけど、何のデザイナー？アクセサリーのデザイナーですね。若いデザイナーですね。まだ36歳なんですけれども、日本でまだあまり知られてないんですけれども、もうすでにパリで有名になって、すごく面白い作品を作ってるんですよね。面白い、アクセサリー、ジュエリーって言うんですけれども、彼は主にシルバーを使ってるんですけれども、金を使ってるんですけれども、形がとてもシンプルで、直線とカーブしか使ってない。だから余計なものは一切入れなくて、とても新鮮な感じ。そして男性女性を問わず同じアクセサリーを身につくっていうポリシーなので、すごく面白いんですよね。だからこれも場所なんですけれども、全部インターネットなんですよ。お店がない、お店はインターネットだから、日本からでも注文できます。それほど高くないと思いますけれども、多分これからもう彼もどんどん活躍してどんどん有名になって、そのうち手に入るのは難しくなるかもしれないので、まあ、クリスマスも近づいてきてるので、ぜひご検討ください。今のうち先物買いしとくのもいいかもしれません。これ私もデザイン見て、あ、すごいシンプルで素敵だな、まあ、これまさに今いい時代で、まあ、お手元のスマートフォンなどでキアーチに検索してデザイン見ていただければとは思いますけれども、これそうですよね、私もこの方知らなかったんですけど、ちょっとお話聞いたら確かルモンドとか、そうですね、新聞にルモンドに出てたので、まあ、ルモンド、ご存知の方多いと思いますけど、まあ、日本で言えば、まあ、朝日読売並みの、まあ、第一の新聞ですけれども、まあ、それでも紹介をされているということですけど、土橋さんはこれどういう経歴でいらっしゃるんですか。そうですね、彼結構面白いですよね。東京生まれなんですけれども、
確かに、お母さんの方はファッションモデル、伊勢宮家のファッションモデル、父さんの方は骨董品お店をで、そういう、やっぱり、美術関係の家族に生まれたんですけれども、若い頃アメリカに渡ってカリフォルニアでそのファッションとかファッションの経営を学んで、今度はパリの伊勢宮家、母さんが勤めてた伊勢宮家に入ってて、しばらく伊勢宮家に勤めてたんですけれども、最近5年前ぐらいですかね、からそのアクセサリーを作り始めたんですけれども、それこそ先ほど安藤忠雄さんの話してたんですけれども、彼も安藤忠雄の魅力をすごく感じてて、それを参考にしてアクセサリーを作ってるんです。なんか建築、日本の建築、現代建築が参考になるので、そういう本当に新しい、今回から新しい形をアクセサリーとしては作ってる。なるほど、そうですね。ご覧になってらっしゃる方もいらっしゃると思いますけど、かっこいいのがフランスの方が気に入るのかと思いながら、大変綺麗ですけれども、あとはフランス、ちょっと話変わりますけど、フランスで活躍されている日本人のデザイナーの方っていうのは結構ね、今、伊勢宮家、その名前も出てきましたし、いろいろといらっしゃるし、この間私ちょっと自分の話をしてですが、やっぱ京都に久しぶりに行ってきたら、すごいインバウンドでも大変な感覚だったんですけど、やっぱりフランス語がすごい聞こえてくる。そうですね。フランスの方はやっぱり京都好きでいらっしゃるなと思いますけど、そういったこう、日本の、これ多分私の勘違いじゃないと思うんですけど、やっぱりこう日本のそういった美術ですとか、アートを評価してくれる、評価するフランス人の方っていうのも多いと思うんですけれども、その理由っていうのは、これはどういうあたりにあると思うんですか？ちょっと難しい。テストしたくなっちゃって申し訳ないです。なんでしょうね。深いところだと思いますね。心の深いところに、そういう美しいもの、シンプルで美しいもので心が落ち着くっていうことを日本人もフランス人も感じてると思うんですよね。だからそこでつながりができるんですよね。フランスの美術も結構日本で昔から人気があります。印象派の絵とか、フランスの音楽とか、フランスの文学、フランスのショソン、フランスの映画は人気が強くありまして、それと同時にフランスで日本の文化が非常に人気がありまして、だからなんか鏡みたいな感じになってるんですよ。歴史も地理もすごく離れてるんですけれども、たまたまそういう美のセンスが近いっていうことしか言えないんですよね。でも実はそういうたまたまかもしれないんですけれども、そういうことになってるんですよね。ごめんなさい、なんかすごい難しいことを聞いてしまったように思いますけれども、これも皆さんで、私たちも逆に何それがなぜなんだろうかということを各自の皆さんで考えていくと面白いテーマかなとは思うんですけれども、そうです。今日はそろそろ時間が近づいてきました、割と時間近づいてきましたけれども、これはパリでこうやってフランスの方が見て面白いと思われる日本人の方、私も知らない方ばかりでしたので大変勉強になりました。他にもね、フランスでは活躍されている日本人ね、いろんなジャンルでたくさんの方活躍されていますけれども、逆に札幌にもいいんですか、そういうフランスの痕跡っていうのは、例えば来たらオルガンがアムステルダムから出てきているんですとか、こうやって活躍されていらっしゃる方もいるということで、ということでした。で、今日はどうでしょう、最後に何かニコラから一言、締めの言葉をいただけ
締めの言葉ですね。この、トークを準備した時、この、最後話した津橋さんのことを調べて、アトリエはラレフレクションというところなんですけれども、フランス語でそのレフレクションはいろんな意味がありまして、ね、面白い単語なんですね。だから、反射するとか表すとか考えるっていう意味もあります。だからこの飾りをつけたら、まあ、考えながら輝く、それか輝きながら考えるっていうことになるかもしれないので、まさに浦松先生にふさわしい言葉と思いまして、今度ぜひこのアクセサリーしてみてください。まあ、すみません、司会の方に振らなくても結構だなと思ったんですけど、まあ、けど縁っていう言葉のダブルビの2つの意味であったり、あとレフレクションっていう、確かにそうなんですよね。レフレクションってフランス語で面白い言葉で、反省するっていう意味もありますけど、やっぱり輝くとか反射するっていうふうな意味もあって、まあ、言葉のそういった面白さっていうものも感じさせるお話で、本当にどうもありがとうございました。まあ、無理やり言うのであれば、そういった言葉の面白さを感じるためにも、ぜひ札幌アリアンスフランセイスに来ていただいて、フランス語を勉強していただければと思います。まあ、ニコラはこの話も大変面白いですので、ぜひ、通うことをご検討いただければと思います。秋というのは何かを始めるにはとてもいい季節だと思いますので、10月17日から確か新しい初心者クラスが始まるんですよね。そうですね、はいはい、マリオ、先ほど午前中話したマリオという方が、マリオがやるとてもそういう初心者の方のクラスもありますので、ぜひご検討いただければと思います。ということで、じゃあ今日はニコラありがとうございました。皆様、ニコラ、拍手をお願いいたします。